あなたの就職活動をリクルーターがサポートいたします。これまでに出会えなかった非公開求人、スタートアップ、上場企業など幅広くご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。24卒就活生の面接ダンジョンということで、本日もゲストに中村さんにお越しいただいてます。中村さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。最近ね、コメント欄見てるんですけど、全然面接甘いわとかなめんな的なコメントちょこちょこ拝見してるので、厳しめにね見ていければと思います。中村さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、中村さん、ちなみに面接何回ぐらい経験されてらっしゃるんですか？24卒でやってる回数で言うと、やっぱ4回5回ぐらい。練習とかでこう先輩方とかに付き合っていただいてっていうのは結構多いんですけど、本番っていうのは結構少なかったりします。承知しました、はい、ありがとうございます。それでは早速、中村さん、面接ダンジョン始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。まず中村さん、簡単に自己紹介をお願いします。今はモバイルアプリエンジニアとして、主に Android と iOS のアプリ開発をしています。大学の方では経済学を専攻していて、計量経済学といういわゆる今の流行りのデータサイエンスっていうのを用いて、データから因果関係を見つけて社会の課題を解決していくっていうようなことを今行っています。ありがとうございます。それではベタな質問なんですけれども、人生で一番努力したご経験をお伺いしてよろしいですか？自分が大学入ってからなんですけど、から始めたやっぱプログラミングの学習がすごく頑張ったところだと思います。これどういった理由でプログラミングを始めようと思われたんですか？高校生の頃からものづくりっていうのが好きで、高校時代はすごい建築っていう方にすごい興味を持ってたんですけど、建築ってなると資格とか結構難易度が高いなっていうところで少し挫折はしてたんですけど、その中で自分が小学校のからずっとやってたマインクラフトというゲームがありまして、それはいわゆるまあコンピューターの中でいろんなものを作れるっていう面白いもので、その中で自分でこう何か作りたい、かつ作ったものをみんなに使ってもらいたいっていう思いがすごくあって、大学受験終わった後すぐにプログラミングを勉強し始めてっていうところでプログラミングを始めました。承知しました。プログラミングが一番頑張ったなと思う理由って何ですか？プログラミングを学習するにあたって、自分はほぼ一人でやってたので、どういうふうに勉強したらいいのかわからないであったりとか、結局何を目指せばいいのかすごくこう漠然としていた。今までの中学高校とかだと受験時が志望校決まっていたりとか、ある程度何かしら目標がすごく明確だったんですけど、それがすごく何もわからない状況で、一から自分で目標を作って、一からどういうふうにじゃあその目標に向かって勉強すればいいのかっていうのが全くなかった状態だったので、それを自分の中でしっかり決めた上で学習を進めていくっていうところをすごく自分の中で決めていたので、それが一番すごい大変だったなというふうに思います。ちなみに中村さんはどのような目標を設定されたんですか、その当時？ちょっと恥ずかしいんですけど、電車乗ってる時にふと認識した人がスマホの中に自分のサービスを使っててみたいな、周りのところで自分のサービスの話をしているとか、こういうところをまあ自分の中で一個の目標にしてプログラミングして何かしらサービス提供したいなっていうふうに思いになりました。それ実現しましたか？まだ実現していない。これからやっていきたいなっていう感じですね。ありがとうございます。特に頑張ったことって何だと思いますか？独学でやるってところで、どういう風に勉強すればいいのかっていうのが定まっていなかったので、それをどれだけこう効率よくするかっていうところはすごく工夫しました。具体的には何か効率化を図った事例とかお伺いできますか？例えば受験期だと英単語帳とかでずっと覚えたりとかすると思うんですけど、プログラミングって覚えるよりかどれだけこうどんどん作っていくか、作ってそこの中で覚えていくっていうのがすごく大事っていうところに気づいて、どれだけサービスを作っていくかっていうのをまずもう一個の目標にして、そこから例えば何もサービスが思いつかなかったら、例えば Twitter とか Instagram とかそういう既存のものを一回模倣してみようで、そこからそこで必要な技術っていうのを自分の中で調べていくことで、より効率よくかつ自分が嫌にならずに勉強を進めていけるように工夫しました。模倣した材料とかってご説明できる範囲で全然結構なんですけど、例えばどういうサービスとかどういうソフトとかを模倣してみましたか？僕がめちゃめちゃ旅行が好きだったので、じゃらんっていう、まあ僕がウェブページとか作るときにじゃらんのサービスちょっとこう模倣して作ってみようっていうところで作ってみると、まあ想像以上に難しかったりとか、いろんな技術が必要ってところが出てきて、逆にその中でこういうことを勉強すればいいのかなっていうのを逆算して考えれたので、漠然としすぎずにここまですればゴールが見えるってところですごく自分は頑張って作ってました。ちなみにどの言語扱えますか、中村さんは？基本的にインフラ以外だとほとんど使えますね。基本的にやっぱり自分でサービス作っていく中で、この言語が必要なんじゃないかとか、この言語が一番最適なんじゃないかっていう風に作る目標に向かって言語を選択していたので、基本的には特に言語にこだわらずにやっていたので、基本的にほとんどやっていたなっていう感じではあります。ありがとうございます。今目指してる業界とかってお伺いできますか？特に 2C サービス向けのメガベンチャー企業ですね。 2C 向けがいいなと思う理由は何ですか？自分のサービスを身近で使ってる人を見たいというか、サービスによって何か役に立てたのかなっていう思いがすごく出てくるので、 2C で選ぶ
理由がすごくそこにあるのかなというふうに思います。 2C 向けのサービスでいうと、例えば楽天さんの EC サイトだったりだとか、ヤフーさんの広告の分野だったりだとか、いろいろメガベンチャーの中でも 2C 向けのサービスたくさんあるかなと思うんですけど、こういうのがいいなとかイメージありますか？アベマ TV とかはものすごくいいなと思ってて、今ワールドカップとかですごく話題になって、テレビに変わるサービスっていうところで、自分の中でもテレビの次に変わるものを作っていけるっていうのは、新しい時代を作っていってるようですごく面白いっていうのと、自分自身もすごく使っているのもあるし、周りもすごく使っているので、みんなが買っているものっていうのをもっとより良くしたいっていうところがあって。ゆっくりでいいですよ。すみません、質問。 2C 向けのサービスで特にこういうのに携わっていきたいなっていう具体的なイメージとかあったりされますか？次の時代を作っていけるサービスがいいのかなと思ってて、もちろん身近に使ってる姿を見れるっていうか、まあ、すごい役に立ってるのが嬉しいっていうのはもちろんあるんですけど、それだけではサービスとして成り立たないところで、じゃあどういうふうなことをしていくかというと、新しい時代を作っていける、そういうふうな 2C サービスに携われるとすごくいいなっていうふうに思います。承知しました、ありがとうございます。では私からの質問以上です。お疲れ様でした。手応えありました？ちなみに自信がないところがいっぱいあったので。じゃあ合否いきますね。永村さん、本日の一次面接合格にさせていただいてます。お疲れ様でした。ありがとうございます。良かった点と改善点、それぞれフィードバックしていきますね。良かった点としては、今までの面接男女の中でも1レベルでちゃんと思考してから回答提出しようという姿勢が見られたので、すごい好印象でした。めちゃくちゃ即レスが大事じゃなくて、しっかりと自分の中で納得した回答を提出して面接を終えたいっていう気持ちがすごいひしひしと伝わってきた気がしたので、めちゃくちゃ好印象でした。あとはコミュニケーションちゃんと噛み合ってる感も面接官の私から見てあったので、それも良かった点かなと思います。2つ目、3つ目にプログラミングとか IT とかのリテラシーが高い自負がある中村さんと、そのリテラシーが高いかよく分かんない面接官佐野っていう、こういう構図だと思うんですよ。でした時に、受験と違って一から目標設定をしたところが大変でしただとか、英単語帳だったらこうやって覚えるところを模倣して覚えていきましただとか、面接官の人でも第一想起できるような具体例を使って IT の自分の得意分野をご説明するっていうところもすごい長けてて、非常にコミュニケーション能力の高い学生様だなと思って見させてもらってました。この辺総じてすごい好印象でした。改善点ちょっと言っていきますね。言語どれ使えますかみたいなところの質問やったと思うんですけれども、全部使えますっていうのは確かにそうなんでしょうけど、面接官側の意図としては、次 IT 人材の面接官を当てたいみたいな意図があった時に、これぐらいできる子なんでここら辺見てくださいみたいな訂正文を書いてバトンパスするってことが多いんですよ。なので最初の情報を吸い上げるための一次面接とかってあることが多いから、どれぐらい使えるよとか、どの程度のレベルだよっていうのは鮮明にお答えいただける方がいい形で裏側でパスしてもらえる可能性が高いので、特にね IT のエンジニアの技術とかっていうのは定性的にお答えするの難しいのは承知なんですけど、そこはできるだけリテラシーが低い人にでも分かるような回答を用意すると良くなると思いますよってところが1つ目。次2つ目なんですけれども、 2C のサービスのところ、ここ多分中村さんの中でも歯切れ悪かったんちゃうかな俺みたいなこことかはもうちょっとなんかねイメージできてるといいのかなと思いましたね。全然聞かれるので、この辺はどんなサービス携わっていきたいですかとか、どういう風なものづくりしていきたいですか、ものづくり好きって言ってたけど君みたいな、この辺全然聞かれる可能性あると思うので、 2C 向けっていうところのこだわりがあるのは十分伝わったんですよね。例えば電車に乗ってる人が自分のサービス使ってたらとかさ、街中で自分の開発したソフトがアプリが話されてたらテンション上がりますよね。そんなそういう風な未来作っていきたいなっていう風な思いは十分伝わったんですけど、じゃあ具体的にどういうのがテンション上がるのっていうところ、もうちょっと解像度上がるといいのかなと思いましたね。あと一番努力した経験をお伺いしたと思うんですけれども、一から目標設定しましたとか、模倣するのが大変でした、しかも独学でっていうところ、ここの大変さもうちょっと伝わりに来てくれるといいのかなと思いましたね。多分もっと苦労されてるんだろうなと思いました。私は中村さんがお話ししてくれた内容以上に苦労されてるはずやのにもったいないって思ったんで、もし私が中村さんやったら、テックキャンプとかあるじゃないですか、レバテックとかさ、スクール系の教えてくれるとこ行ける人だったら1ヶ月もありゃ完成するようなサイトとかアプリを、私最初もう5ヶ月かかっちゃってたんですよとか、苦労具合とか絶対あるはずやから、その辺もちょっと言及していけると良くなりそうって思いましたね。ありがとうございます。では本日は24卒就活生の面接ダンジョンということで、中村さんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、